いただきます。どうも、パンケーキこと岸井亮太と申します。皆さん、お寿司かってことで、今回は4対4に分かれて半分こカーリング鬼っていうのをやっていきたいなと思います。まあルールは、まあカーリング鬼ってあるじゃないですか。カーリング鬼ごっこ、あの、おむすびさんとかがやってたやつですけど、それを、ステージをね、半分に区切りまして、隠れる側の人が、あの、1分半までに、ステージを半分塗りつぶして、そのゾーンだけ動くことができると、半分だけ動くことができると。で、1分半経ったら、ローラーの人がコロコロでね、追いかけていくんですけど、逃げる側はカーリングしか使えませんよっていう、そんな感じのルールとなっております。それでは、半分こカーリングやっていきましょう。ほい、それではやっていきましょう。白風倉庫の7割バトルですね。はい、1分半って結構鬼からさ、これちょっと練習したんですけど、先に鬼からするとね、結構ね短いんだよね。まあこれチーム戦みたいなもんなので、あの、通話しながらねやったりできるので、あと人数が少なかったら、逃げる人、まあ、6人とかでやるときは逃げる人2人、あの、探す人1人とかね、そういう感じできるから、あとは隠れる人1人、鬼2人みたいな。4人だったら2-2で、鬼も隠れる人も1人ずつみたいな感じでできるんでね、ぜひやってみてもらいたい。まあ、カーリング縛りなので、逃げる側は、武器は何でも OK ですね。こういうところもしっかりと塗っておきましょう。ここね、ここ半分こね。ここ半分こね。さて、残り30秒ぐらいか。もうでも塗るところはあんまりないな。こういうところ隠れてたらバレるかな。ローラーコロコロしかできないから。さあ、3、2、1。鬼出動。ナイス、おっしゃって可愛いですね。潜伏音でバレちゃうかもしれないから、なるべく潜伏音は出さないようにして、カーリングで塗っとこう。やばい。いや、これはありだから。これありだから。これは作戦ですよ。カーリング投げただけだもん。ルールに則ってカーリング投げただけなんで。なんか来そうな気がする。なんかまたやったの。ちょっと待って。調子に乗った。あ、こっち2人とも使っちゃった。負けた、負けたじゃねえか。いや、まだこっちのチームの鬼が優秀っていう線もある。どうだったんだろう。いや、キル取ったと思って調子乗っちゃったわ。いや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 、まあ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 、こういうこともあると。こういうこともありますからね。油断しないように、って。さあ、2戦目やっていきましょう。今回は僕、鬼で行きますね。パンケーキが鬼ですわ。まずは、ここで待機と。これ、
ふまふまという僕の友人なんですけど、彼もね、実況者やってるので、よければ彼のチャンネル登録。いくぞ。あ、おっと、危ねえ危ねえ。同業者を殺そうだったぜ。鬼のことは同業者と呼ぼう。あ、カーリングが流れてるってことは、あそこにいるってことですわ。待って。いますね。あ、二人ともいる、ここに。二人ともいるぞ。よし、一番やっていく。おら、どこだ、こっちか。いいぞいいぞ。ナイスナイス、挟み撃ちだ。いや、結構これはね、二人固まってくれてたから逆に良かったですね。イエーイイエーイ、バイーンバイーン。ステージもちょっと変えてみて、変えてやってみますか。ナイスー。おい、それではザトウマーケットで今回やっていきましょう。これちょっとでも半分でどう半分なんだろうな。難しいけど、区切ってやっていきましょうか。この真ん中のブロックを基準に、これ基準ですね。ここからまっすぐに割り振って、だいたい均等になるようにっていう感じかな。いや、エルサンリールめちゃくちゃ塗り早いから、まあ、本当に1分半しか塗りがないからね。座頭とかだとまだ間に合うけど、多分座頭迫力とかだったら間に合うけど、もっと広いステージやるときは塗りのね、速さって結構大事だと思うので。ちなみにこの上らへんは鬼がいけない場所なので隠れられませんね。さあ、結構隠れる範囲が狭いステージを選んでみたんですけど、どうだろうか。あ、こことかいいかもな。ちょっと見られてるかな。こことかいいと思うけど、いやー、ちょっと怖いな。隠れる場所ってちょっとむずいんだよな。いや、こっち側の方がいいか。動きやすいところを、ギリギリのところにやってね。あ、動き出してますね、鬼が。鬼が探しに来てもすぐに、動ける位置にいるっていうのは大事かなと思います。あ、やばいぞ！やばいぞ！あ、見つかってない！すごい！あ、逃げた！たまらず逃げる。探してますね。まだでも一人しか見つかってないから。結構前の方を探してますね。あと、こっち側までは探しに来てない。今のところ安全かな。こっちはちょっかい出してるんだ。あれ、後ろにいるのかって思わせることに成功したら嬉しい。ほら、うれ、あ、やばい、助けて。待て、これ逃げ場なくない、これ逃げ場なくない、僕これ以上いけないよ。これ以上いけないよ。助けて助けて。に
逃げた逃げれたわというわけで今回は半分こカーリング鬼ごっこをやってました。あのステージをね半分に切って鬼ごっこをするっていうの結構斬新だったんじゃないかなと思います。どうでしょうか。いや結構楽しいんで、結構少人数でも多分できると思うので、あのもしちょっと人数集まらない人はあの少人数でやってみて、結構面白いルールだと思うので、通話しながらとかねやってみるともっと盛り上がるかなと思いますので、皆さんぜひやってみてください。それではごちそうさまでした。またね、バイバーイ。